あれかなと思ってさ、ね、してないんですよ。一発目は一番最初にはならんようにして、ちょっと遅れてやるようにしてる。今日の公園行く？やった。来て。今日はね、多分髪型気に入ってくれると思う。分かれへん。お豆さんギフトありがとうございます。多分気に入ってくれると思う。そう、アンジュさんのショールーム行ってんか。かき氷投げした。そうやね。アポカリプスさんギフトありがとうございます。合ってる？アポカリ、合ってるな。よし。お豆さんギフトありがとうございます。あのね、なんかいっぱいあってさ、投げていけんのかな、なんか課金みたいななってないかなみたいな怖かったけどさ、全然ゼロのやつ押したらブブーってなって表示出てきたから、あー全然あるからいけんのかじゃあと思ったら、むいちょさんギフトありがとうございます。なんかいっぱい投げてってちょっと気まずかった、ちょっと気まずかった。いいんやでって言ってたけど、重かったかなと思って、ちょっと重すぎたかな。今日も英語する。重くない？カツンさんギフトありがとうございます。さすがに重いでしょ。っていうか私のあのギフトはどっから来たんやろ。配信の溜まっていったってこと？投げてもらったやつ？あ、でもな、なんかチャレンジみたいなとこでさ、かき氷のさギフトがあったからさ、え、これもしかして私ギフト溜まっていってんじゃねと思って、だからなあれよ、一回見てみて、アンジュさんの配信で、アンジュさんの配信で投げたいと思って、そうだから見てみたらなんかいっぱいあったから、あーいけるんよとか思って投げた。重い、絶対重いよね、分かってる分かってる、重いのは分かってるんだよ。7月31日、公園や公園やって書いとこ、公園やって薄く書いてた。重ない、タワー投げたら重いやろ。タワー重いね、なかなか。アンジュさん気づいてた、えぐいなあ。イベントゲストがもらえる、やっぱりやな。嬉しそうにしてる、私裏書きすぎる人やから。ほんまにいける、信じるで。重いと思うけど、これしもほんまに重いねん。ほんまに重いっていうのは知ってるやで、けどな、治れへんねよ。もういい、これで、これはこれでいいよな。よし、ちょっと誰か他に重い人おらん、みんなファンの人分かり合おうや。分かり合わん、もう重い人同士で語り合いたいわ。重い系女子これ、めちゃそうやね、重いよ。逆の立場でメンバーからギフト全然嬉しいけど大丈夫かなってなる。全然嬉しいねんけど、あのいいかなってなる。ケーキ重い人ばっかり、いいな。誰が重い？ミュウチ推しの力持ちさんギフトありがとうございます。アンジョさんの配信にもおったやろ。コメントしてくれてたやろ、さきちゃんがって言って。ジョンさんギフトありがとうございます。アイカさん重そう。え、なんかさ、かわいい、あれはかわいい、アイカさんのはかわいい。じゃあかわいい気あるからええねん、アイカさんはかわいいねん。確かに。へえ、子より重いんや。えー、そんな感じせえへんな。へえ、むーちょさんギフトありがとうございます。あとね、でもアイカさん重そう。重そうって、うん、でもかわいい。
なんかな、いい重い感じだったらいいねんけど、良くない重い感じなんよ。うん、おはよう、来ちゃってるよ。なんかもう見慣れてきたなそれ。え、なんかな、なんかな、愛華さんは、え、でもな、たまにわかんねん、なんか、いいねん、朝から思うもの話してんの。ええやん、ええやん、ええやん、語り合おうや。おもろ、確かに話が重い。身内推しの力持ちさん、ギフトありがとうございます。あ、軽いって言われるより、確かにね、そうやね、軽いよりはいいか。でも普通が一番いいやん。普通ってないねんって感じやけど、未来さんとかもいいやん、卒業しやったけど。なんかあれは面白い思いやからさ、いいやん、もうなんかおもろなるやん。で、愛華さんは可愛いからいいやん。黒島はどっちにも振ってないから、うーんって感じなんや。わかる？わかるかしら。黒島ちゃん、平安兄さん、さんギフトありがとうございます。泣き出しちゃう未来さんもなかなか重い。いやでもあれおもろいやん、おもろいからいいやん。重いの種類、実生活で実際に重いってめっちゃ言われるで、重すぎんねんって。妹ちゃんへの愛は重いから、え、あれは可愛いやん、え、あれは可愛いやん、可愛くない、可愛いやろ。私愛華さんめっちゃ好きやで。へえ、重いの嬉しい。束縛はするんか私。でも離れていくかもしやん不安があったらするかもしやんけど、そう思わんかったらなんもない。おお、黒島ちゃんの声初めて入る、やった、めっちゃ早口やったな。めっちゃ早口やってびっくりした自分で。なんかな、なんかさ、中途半端な、なんかすぐどっか行きそうな感じやったら束縛するかも。もうどこも行かんといてっていうけど、相手による。アイジュさんは気にしてなさそう、ほんまに。私分かれへんのよ、全然分かれへんの。ただアンジュさんがなんか人見知り人見知りって言ってて、ほんまに人見知りなんやってな感じなんやったらいいんやけどさ、なんか重いんかなーってなるくない？13とか14で束縛とかあるんか、あるんちゃう、分かれへん。え、ツイッター X なってないんよ、まださつぶやいてるからさ、鳥がなんかね、まだなんかな。あんじゅさん嬉しそう、ほんまに。身内推しの力持ちさん、ギフトありがとうございます。なんかな、起きたらエクさん、あーもう今日ってこと、ちょっと、あーでもこっち入ってない。うん、起きたらなってた。若さゆえじゃなくの可能性もあるんかな。あ、でもな、でもこの時期から重いってことに気づいてたら治るの早そうじゃないって勝手に思ってる。そんなことないかな。ペンギンとかにめっちゃ入れる、重い重い重いって。
とかもう言われすぎるから重いですよね、分かってますっていう重いなーって顔してる時に重いですよねっていうあとはね、なるほどね、独占欲強すぎって言われる強いんよ、ポニーテールして、あ、ゴムない、ないな、持って降りちゃった、あった、よいしょ、あー、ほい、かき氷ってセンス素敵じゃないね、かわいいね、かわいいよね、かわいいよね、真剣に考えて思いついた時の喜んだ顔がかわいすぎてめっちゃ嬉しそうやった、かわいいよ、かわいいよね、やっぱり可愛いよね、可愛いよね、私ポニーテール鏡なしでそんなめっちゃ苦手なんよ、鏡ありでめっちゃ慎重にする人やからさ、可愛い T シャツやね、ほんまにお父さんの目がハートになってるよ、やだー、バレた、だって可愛いもん、可愛かったんやもん、急に嬉しそうな顔なってたやん、あんな嬉しそうにする人おるんやな、かわいいわ、そう、お父さんの T シャツ、アミちゃんの名倉おしめの誕生日の値段、そうなんや、値段とかも決めたやな、お、値段決めてなかったわ、1万円1つ1万円、なかなかやばい、ギフトないやな、そう、推しかき氷は470円、なんでやろう、高い高い宮内推しの力持ちさんギフトありがとうございます、高いか、高い、じゃあいっぱい10円くらい10円くらいにしたらアジさんも買ってくれるんじゃん、10円にしようだって全部推しカラーにできるやねえー、兄さん、さんギフトありがとうございます、そう、めっちゃね凝ってるから職人がマキコさんギフトありがとうございます、あー、兄さんの顔になれるかき氷提案したのに採用されへんかったな、スタイルとかもやってたよな、あ、誕生日にゼロつけるという、なるほどね、マキコさんギフトありがとうございます、急に下がるやん中学生企画、分かれへん、やりたいな、うん、わからないよ、公園2回分のかき氷、アンジュさん価格リサちゃんのまま高いな、12,240円、高っカストさんギフトありがとうございます、もれなくランダムコースターつきます、いいなー、でもランダムか、でもそれで時期スタートだったらまた選べるんやろメンバー特権いいよね、上田和樹さんギフトありがとうございます、選んだから、アンジュさんのガチでちょっと重いと思う、アンジュさん入ってるからここにアンジュさんの顔になれるかき氷いくら出す、ちょ、全く同じ顔になったらさ、あってなるやんあってなるやんか、あってなるから、半分くらい食べたら半分くらい近くなるかな、何歳ですか、14歳です、2009年4月7日生まれ、14歳、中学2年生、黒島さくらです、どうも
今日も可愛いです、やった。なんか、どうやろうな。ってのりやん、ってのりやん。小 6？ 若っ。若ってそんな大差ない？もしかして若ー、小6か、受かりたてくらいか。学校行ってる？受かりたてくらいやな。楽しかったと思う。ボムの撮影とか8期で初めてして楽しかった。そんな変われへん、あんまり。中2やで、中2中2あんまりさない。あんたが言うな。中1ちゃうわ、小6か。楽しいな、頑張りや、頑張りや。夏休みよかったな。小6までは余裕よ、中1までは余裕よ、中2も別に授業ちゃんとしたら余裕よ。わあ、今年中に若い、12とか言ってた、あっという間に14になった。あー、宿題終わってないよ。いいよね、小学生の課題は、課題はとっても少なくていいよね。なんか全然余裕で1日とかで終わらしてた。で、早く終わりすぎてお母さんに怒られてた、もっと計画的にやりなさいっつって。そう、余裕で終わってもった、いつも。もうな、全然な、あれなんよ、すぐ終わって、もっとなんか1日数ページとかちゃんと計算してやりって言われてんけど、そんなん言われてもってなって。あっという間に50や、やっぱりそうなるよな。僕の課題も忙しいっすね、ちょっと配りたいくらいなんですけど。国語とかいっぱいあるけど、いる？何卒か知らん、あんまり20代なるよね、やっぱり。そうだよね、早く終わらせて。あ、そう、そっちタイプやね、私も。けどな、早すぎて終わらせたらなんか怒られてたから、ゆっくりやろうと思ってて、来その次の年にゆっくりやってたら遅ないって言われて、どないやねんってなった。どないやねんってなってんけど、まあ早くやってよくなったんかな。いや、調子の力持ちさん、ギフトありがとうございます。その前の時はなんか早終わらせたらあかんでみたいな感じやってんけど、なんかその次の年はまだ終わってないんって感じやったから、どないやねんってなった。コツコツタイプ、あー、それがいっちゃいいって言われると思う。伸びたタイム毎年大変やった。あの、待って、 N たっていうの忘れてた、さっきまで見てたで。N たタイプ、まあまあそれはそれでいいんちゃう。まあちゃんとやってたらいけるやろ、なんとかなるよ。私は長野を訪れた時そばを食べました。へえ、いいやん、やったな、よかったね、よかったね、美味しそうなお蕎麦を食べれてよかったですね。うわ、8期生公演、今気づいた、8月9日。やった。最近あやぴょんが、あや、あ、びっくりした、あやぴょんがと思った、あやみちゃんママが同い年。そうなんや、あやみちゃん、あやぴょんがって言うたんかと思った、若すぎんと思って、17歳で産んだやんと思って、びっくりした。そうやね、毎日に聞かがら、あ、そんなん楽しいで、楽楽楽、手作りパンケーキ食べたいです。
一緒に作る？作りたいな最近な。もうお菓子作りとか作ってる余裕ないっすよねえ。もうもう英語なんかわからんて。夏休みに遠出せへんの。したっちゃしたかも。割と遠出した割と遠出したわ。いつの間にか年日に応募できない年齢でした。おもろ。夏休みに行きたいところありませんか。もう一周回って徒歩で徒歩で剣また行きたい。いやもう車とかドライブでさ、ドライブでもうぐるっと一周したくなった。なんかな、くまさん先生が言っててんけど、じゃまたこのページだけ終わらせてから喋るわ。ちょっと待ってな、時間がある時にすることをやめたかこう。おもろ。時間がある時にすることをやめたかこう。あなたが時間があるときにすることを英語で書きましょう。だと OK。 もう一度さんギフトありがとうございます。徒歩徒歩おもろ。ゆきのちゃん人生2周目説。どっちのゆきのちゃんや、田中か田中か古川。おー、夏は海もいいけど山に行ったらめっちゃ涼しく。そう、山な、なんかハワイ行った時に登ろうかと思って、でもなんか暑いよなってなってやめた。時間があればアンジャさんのこと。あー確かに、それは否めない。1号の方、1号の方か、1号の方。2周目、ほんまに1周目であればまだ1周目、まだそんな1周目やで。あの子は1周目のやと思う。今日超絶かわいい田中めっちゃおる。貫禄あるの。確かにね、貫禄はすごいな。ものすごい貫禄。くまさんの話なんだけどさ、さすがペット。かわいいかわいい。え、今日って出るっけ。2週目ならゆきのさんになりや。確かに今でも別にゆきのさんって言ってもおかしくないんだけど、途中やし。さくちゃん何週目。1週目1週目全然1週目全然1週目。貫禄あるやろ。くまさんがさ言っててんけどさ、なんかな、くまさんはずっと教員しててさ、なんか長いらしくて、でな、なんかな、
なんかな、そう、何歳かの時にめっちゃ疲れて一回やめようってなって、で仕事辞めて、なんかめっちゃお金貯まったから世界一周の船旅に出ようってなってで出たらしい、おもろない、で出ていろいろ悟りを開いて帰ってきてもう一回教師やってるみたい、おもろめっちゃおもろいやん、一回やめてもう一回帰ってきた、悟り開いて帰ってきた、おもろいな。何歳で行ったんやろな、なんかさその疲れた時がさいつ来るんやろうと思って、クマさんの冬眠期おもろ、確かに疲れそう、そう一周したんやって、あの船旅船のツアーやで、ちゃんとちゃんと歩いていたんちゃうで、あてよしさんギフトありがとうございます、すごいやろ、行きたいなと思って、大変よね、いつか疲れる時が来るのかなと思って、疲れたら一周しよう、振られた時ちゃう、泣かれもんちゃうわ、そんなお金貯まるんや、だいぶな結構何年もやってたっぽい、何年もやっててやっと貯まったってなって行ったみたい、走って一緒じゃないか、えぐ、そう船のやつ、オプションとかつけたら割と高くなるからな、でも私も行きたいな私も行きたいなとか言っていつ行くねん、何歳で行こう、27には行きたい、めっちゃ刻むやん、うーん、前も2年くらい西アフリカで悟り開いて帰ってきたで、おもろ、悟り開いて帰ってきたい、あーなんかな、いつ私は疲れるんやろ、急に休養とかなったら疲れたんかなと思ってて、そんな急に言わないだけど、暑さ対策してますか、まあまあまあ、まさかの現実トミーガンも早ない、中2ですでにスワンボートで一周したんかも、えぐ、なかなかの体力やな、普通に歩いた方が早いやん、おもろ、1年くらいでいいよな、行きたいな、でも一人で行ったんやって、一人で行けんのかな、黒島こんなカマチョのこんなやつが行けんのかな、一人で誘うとしたら誰、ひかりちゃんとか誘うかな、ひかりちゃんとかいいんちゃう、もう行ってくれるかな、1年も1年も一緒に行ってくれんのかな大丈夫か、長ないってなりそう、日本一緒じゃいいんじゃねってなりそう、確かにってなって終わりそう、一人で行くか、一人の旅の方が自由、そうやな、一人で行った方が良さそうな気がしてきた、一人で行こう、みおちは、みおちな楽しそうやな、絶対おもろいな、でも表情筋すごいことなりそう、毎日一緒におるんやろ、なかなかえぐい、あの部屋分けてもらわな、多分表情筋がおかしになるかもしれんちょっとあかんかも、あー確かにね、一人の方がいいかも、見ず知らずの人の方が話せる、そうなの、そうなのよ、そうしよう、一人で行くわ、ないつ行こうかな、平平の顔言われてる、ほんまにおもろいね、みおち、もうな、もうな、あかん一人で食べ物屋さん行かないんですよ、行ってみようかな今度、どこ行こう、アンジーさんと二人で食べる、無理無理とか誘われても何に断ってもった、あかんわ、アンジーさんと旅か、ちょっとな、仲良なりそうではあるけどな、ちょっと怖ない、不安、15分経ってるから終わろう、
全然経ってるわ、30分くらい話してるわよし、ランキング見ます。宮地と一緒なら食費が安く済むよそんな金銭的な、でもな、その代わりに表情筋がな、鍛えられすぎて顔が大きくなるからあかん13位がシンアットマークノエルさん、ありがとうございます。12位がヨイチさん、ありがとうございます。11位がツヨさん、ありがとうございます。おー、ツイッターのマークついてる。10位がメダカズキさん、ありがとうございます。9位がシー、4位が平安兄さんさん、ありがとうございます。もう H のさ、読み方がわからんくなって、どうしよう、おかしい、もしかして、え、末期なんかな、私もしかしてもうそろそろ終わってまう、どうしよう、この世の終わりを感じた今。平が読まれへんくなった、怖いわ、もう終わり終わり。8位が鍋ちゃんさん、ありがとうございます。7位がオレオーザさん、ありがとうございます。6位がモフニーさん、ありがとうございます。5位が RC さん、ありがとうございます。また今日ロマジ読まれへんのかな。4位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。3位がミオチヨシの力持ちさん、ありがとうございます。2位がジョンさん、ありがとうございます。1位がムーチョさん、ありがとうございます。世界一周いっとく、いっとこかな、ちょっといっとくわ、じゃあもうそろそろ2周目いっとかなあかんかも、もうそろそろで2周目いく。暑いの苦手やから冷めてもいくの、確かに20過ぎたら、あ、やっぱり行くのおすすめよね、行こう一人で、今日は公演頑張る、でも頑張って、もう明日から黒島は2週目に入るかもしれんでもうあれかもしれん、明日からは2週目の黒島になるかもしれん。英語が読まれへん日ですね、今日は。今日もお昼閉店です、悲しいですね。夏やからかな、最近目も悪くなってきてさ、喉の調子も良くないのね。どうした黒島、どうした黒島、大丈夫か。あ、ベレッタさん、ベレッタさん、ギフトありがとうございます。2週目中に、おいおい、そんなこと言うな。あ、今日の声も楽しみにしてる、きっと気に入ってくれると思う。新黒島、おー、どうしたどうした、大丈夫か、あの子も2週目に行くんやろな、きっと新黒島になる、ウェーイ。生まれ変わったらアンジュさんになりたい。あ、怖っ、あ、怖い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 。お昼たこ焼き食べる、見た目は14、中身は5 5 5 5。あの子も2週目行くんやろな、多分な、すごい悲鳴上げてたからな、多分アンジュさんの手、あ、アンジュさんの守護霊になる、怖い。上田和樹さんギフトありがとうございます。アンジュさんの守護霊になるわ、守る、みんなの守り神になろう、私の気に入った人みんな守り神それは重い、確かにまだ1周目やから違い方形なんて、確かにね、ペンギンなんてすごい、素晴らしいわ、素晴らしいわ、あなたやっぱり気が合うのねやった、確かにペンギンはまだ1周目やからか、でもあの人2周目みたいな顔してんで、あの人まだ2周目みたいな顔してるけど1周目やったんか、なるほどね、あ、もう生きる飛ばしてるわ、かもあかんわ、中二で中二病ってすごい、なんか平均的な中二病やな2週目2週目っぽい顔してるけどまだ1週目やったっていうことは1週目っぽい顔してるゆきなちゃんは2週目ってことか、すごい奥深いな緊張したら内股になるのは1週目ですよね、ですよね、私も1週目やと思います。1週目の顔ってどんな、ゆきのちゃんやの、でも大変1週目じゃない、ペンギンみたいな人は2週目折り返し地点が来たんちゃうクマさんも折り返し地点が来たんかもしれん、その海外に1周行った時にもう悟り開いて2週目の香りになって帰ってきたんかもおもろいわほんまに
おもろすぎ。確かにね、ペンギンまで一周目やったんか、だから未熟やったんだな。うざ。おもろい。ああ、おもろ。ペンギンに言うとこ。4日登校日で、学級機書いてって言われてるから言うとこ、ペンギンに。ペンギンまだ人生一周目やなっつって。まだ一周目もなって言って。私もまだ一周目やね。おもろ、頭冷やすわ。よし、ご飯食べて頭冷やしてくる。バイバーイ。一周目のペンギン許してあげてください。わかりました、許してあげましょう。おー、りょうかりょうかぱっかいさん、ギフトありがとうございます。お互い一周目どうしようもな、ちゃんと読もう。 DYKAPAKEY さん、ありがとうございます。ギフト、さよなら、またいつか会いましょう。いつか後で、後で会いましょう。バイバーイ。